こんにちは。こんにちは。本日はですね、8月21日に行われました、山口県の下関市海峡館お魚撮影とカラトレトロのスナップ撮影の1回講座の撮影の公表会を実施いたします。引き続き撮影にの続きまして公表の方を、武者家先生に本日来ていただいております。よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。当日結構暑かったっていう話をそうですね、まあ、1日前にね、はい、下にロケハンに行ったんですけども、はい、ロケハンで死にましたね、はい、ロケハンした時ももうすごい猛暑で、はいはい、まあ、もちろん天気も良かって、天気はいいんですけどね、日差しもすごいね、よく青空もねあってよかったんですけどね、やはりね、あの暑さはね尋常じゃなかったですね。体がなかなか、そうですねもうね、水族館に入ると天国そうですね、水族館は天国だったんで、まあね、まあロケハンに行ってよかったですわ。そうそうそう、ロケハンに行かなければ、まあ、カラトレトロのね、はい、今回はね、海峡館のね、お魚撮影とカラトレトロのスナップというような、はい、撮影会だったんで、このカラトレトロのスナップをどれだけ時間を割くかっていうのはね、はい、僕もちょっと知りたかったというか、それでロケハンをできるだけしたいなということで、1日前から入ったんですけども、やはり行って、あれだけの灼熱地獄の中で、まあ、カラトレトロを撮るという話になれば、まあ、どちらかというと夕方じゃないとやっぱ体力を持たないですね、ということはね、最初に お魚の撮影をして、海峡館でクールダウンさせておいて体を、それから、まあ、カラトレトロを、まあ、1時間から30分程度ならなんとか持つんじゃないかなということで、まあ、僕はダイバーなんで、はい、結構その水温とかね、はいはい、そういうところも結構僕詳しいんで、クールダウンとかね、いうのもあるんで、いきなり、ね、ヒートアップしてね、ですね倒れてもまた困るんで、はいはい、まあ、そういうところもね考えてね、コース取りをねしたんですけどね、はい、まあ、当日、まあ、何事もなく、はい、参加者の人は、楽しんでおられたと思いました、はいはい、普通入れないなんか銀行のなんか、それどこから聞いたんですか、その話。ちょっとなんか聞いたもんですね。あれ、あ、そうですか。いやいいですよ。もうね、いきなりネタがなくなったじゃないですか。ね、皆さん。僕のネタがなくなっちゃったなみたいな。笠野さんちょっと聞いた。それもやっぱり下見ロケハンの時にね、偶然やっぱりまあ。結構歩いたんですよ、はい、やっぱりね、ロケハンするときはまあ僕一人なんで、まあ、自由行動でね、結構うろうろした最後の方になんか迷い込んだところに、あ、ね、こんなところになんか古い銀行みたいなのが、山口銀行とか、ね、何これみたいな、ね、中入るとすごいクーラー効いてるんですよこれはオアシスかという感じでね、それでまあここは最後のロケ撮影ポイントにしようと心に決めましたんで、クールダウンができるのもあるんでね、歩いた距離の部分で、ですので、まあ、ちょうど良かったかなっていうのがあって、まあね、参加された方はどう思ったか分かんないですけども、まあ、実際は僕はいいなと思いました、あのポイントはね、はい、なんか皆さんに最後にご紹介したんですけどね、現地の人もね、この場所知らなかったと。いうことを言われてましたけどね。まあ良かったかどうかですね。知らないわかりませんけどね。はい。はい。はい。まあ、よろしくお願いします。します、はい、では、早速公表の方に入っていきたいと思います。はい、今回は、応募が古い順で、写真の公表に入っていきたいと思います。はい。では、1枚目。開いてますね、はい、ニックネームポコタンさんのお写真です、はい、イルカが
はいはい、ポトラさんね、はい、どうもお疲れ様でした。ね、まあ、3枚でしたっけ、あの出されてたと思いますけども、やっぱりこの水族館にね行くと、このイルカショーっていうのはね、まあ、メインいうのが結構多いんですよね。でまあね、まあ、こういう撮影会なんで、できるだけあのイベントがあるんですよね。あのスケジュール、あのそういう水族館とかね、動物園とか、はい、なんとかショーとかいう、うん、あのイベントはですね、あの実はあのその生物の生態を知る一つのね、あの重要な撮影に関するあの重要なポイントだと思うんですよ。あの僕らも知らないことをですね、やっぱりその飼育員さんがですね、いろいろ説明してくれるんですよね、はい、ですのであの生態とかがついでに分かるというので、例えばイルカがこうジャンプしてる、まあ、これはまあイルカジャンプはね、大体まあ予想はつくんですけどもね、はい、それ以外のものを、生物 の、 あの魚とかの生態とかもね、しっかり教えてくれるんでね、まあ、これはまあ、 あの黄色いボールが冬ごとね少し降りてくるんで、あ、多分あそこでジャンプするんだろうなっていうのがあるんで、あの予測ピンとかね、予測撮影っていうのがね、簡単にできる、いいところだと、いいね、あの撮影ポイントだと思うんです。まあ、これはあの結局運動会とかね、子どもさんとかのね、あのリレーとかで、あのね、あのこう、ゴールする瞬間を撮るあの予測撮影と全く同じあの要領で、使える技だと思うんですよ。まあ、それがしっかりね、あの捉えられていると、あのもうあのタッチする瞬間、うん、であの後ろに人物がね、たくさん観客の人がたくさんこう、固唾を飲んで見てるというか、喜んで見てるみたいなのね、驚き、いろんな人の顔の表情がね、よく分かりますよね、楽しそうだなっていうのがね、カメラマンは後ろでね、しっかり撮ってるのもね、よく分かるし、非常にあの楽しそうっていうね、あのイメージが伝わるいい写真ですよね。あの真ん中にドーンとこうね、イルカをね、はい、配置したところ、こともの、ね、正解だと思います。主役が真ん中ボーンみたいな、よく分かりますよね。日の丸構図かなとかいう話になるかもしれませんけども、全然日の丸ではなくて、はい、あの中央の被写体に皆さんが集中して見てるというイメージがすごいよく捉えられてます。これがあの真ん中じゃなかったらね、逆にインパクトが悪い、悪い、うん、ちょっと落ちるみたいな感じになりますよね、はい、素晴らしいと思いますよ、はい、この写真は、飛翔する形として3枚選びます。そうそう、形もうまいことね、綺麗にイルカの形が表現できてますよね、はい、確かにハイジャンプではいいタイミングを捉えられていると思います、はい、尾びれが切れてる、残念って書いてますけど、尾びれが切れ、うん、別に切れてても僕はいいと思いますけどね、お腹見えてますし、ね、そうそう、あ、もしね、切れて、ね、あの全部映ってて下に空間があるという話になれば、確かに空を飛んでるように見えますよね、はいはい、うん、それは確かにそうなんですけどね、それはでもあの、ね、アングル的にかなり厳しい状態だと思います、うん、すごい低い位置からね撮るかとかね、そういうふうな話になるんで、ということは今度は逆に後ろの、ね、観客の方がちょっとこうイメージがあの変わってきますのでね、うん、これはこれでいいなと思いますよ、うん、はい、使用中華ペン、そうですね、よくペン F ね、おしゃれなカメラですね、うん、僕も欲しいんですけど、あのカメラ個人的にちょっと、はい、すみません、はい、ありがとうございます。では次に行きましょう、はい、続きまして同じくニックネームポコタンさんで、タイトルが飛翔する形、あ、これ戻った方がいいですかね、今3になってるので2があるかもしれませんね、あ、2がで隣にありますね、ちょっと待ってください、ね、飛翔する形にお開きますね、はい、はい、飛翔する形、あ、いいですね、はい、あの今ね、近藤さんがね、あの第一声で、ああいいですねって言われたのがね、これが今大事なところなんですよ、写真の、あの
第三者にね、感動を与える写真の一つの、コメントなんですよね、素直な意見なんですよね、何がいいと思いました？いや、ボートとイルカの進行方向がなかなかね、そうそう、同じ方向向いて、なんかボートになんか思いを寄せてるイルカみたいな進行方向もこう空いてるからいい、はい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 、そうですね、はい、すごいシャッターチャンスですよね、まあコメントの方にもね、高速のボートに向かってジャンプしておりますと、水しぶきも捉えることができました。僕もこの視点ではね、ちょっとなかなか頭考えつかなかったですね。非常に面白い表現ができましたね、はい、もう本当瞬間だけで本当にいい瞬間だったと思いますね、まあ、よく言えば右の柵で鉄塔が、ね、鉄塔とまあそこの部分が結構右ばっかりにいい被写体が集中してしまっているところがちょっと惜しいかなとは思うんですけどね、うん。では、一旦1段に戻った方が、はい、そうですね、3行きましょうかね。飛翔する形3、はい、ね、飛翔する形3、形でね、今回ね、形なんですよ、テーマが形、テーマ形でお願いしますということでね、はい、はい、皆さんにテーマを出したわけです、はい、まあね、自由にね、撮ってくださいっていうのはもちろんいいとは思うんですが、まあ、私の場合はできるだけ、まあ、何かね、テーマを出してそこから、こういうようなのも形の表現だなっていうのね、他の人のね写真も見ながらね感じてもらったらいいなと思いまして、テーマを毎回つけてるんですけどね、はい、これは僕好きですね。これはなかなか面白いですよ。なんか対比ですよね。ボートの形とイルカの形の対比みたいな感じを見受けられますね、この写真はね。背面ジャンプ。そう、背面ジャンプってね。またこのねえ、そのヒレの部分が非常にいい感じに、シルエットで表現できてますよね、シンプルですよね。これ全部そうですね、1番と3番がかなりシンプルですよね、よくわかる主役があって脇役があるというような感じ、まあ、これはどちらかというと主役が2ついるんですけども、実際はこれ上の空間と下の空間ほぼ同じように撮ってるんで、対比として表現されてるように見えるんですよ、だからね、非常にお上手だと思います、はい、よくこのフレーミングを考えついたなというのがね、とっさのことだったと思いますけども、はいね、はい、非常にペン F でなかなか素晴らしい形を表現していただきましたね、では、はい、このポコタンさんの写真が3枚ありますけど、そうですね、この3枚の中で、はい、先生から僕が一番いいなと思ったのね、はい、ですね、まあ、やはり1枚目か3枚目かなと、はい、まあ、もちろんトリミングとかもね考えるとまた変わってくるかもしれませんが、この状態の中で、はい、一番いいなと思ったのはやっぱり、飛翔する形3の部分ですか、3、こちらですね、はいはい、それはなかなか、斬新な、まあ、表現方法だなっていうのは感じましたね、うん、もちろん観客が見てるそのイルカの写真もね、はい、一番のやつもねすごいいいんですが、一般の方がイメージする写真っていうのがありますよね。イメージする表現っていうか、水族館のイメージっていうのがありますよね、はい、それになるとあんまりその写真を見ても感動を受けないんですよね、なんか1枚目は写真はいいんですけど、いろんな人に感動をもらいたいじゃないですか、ね、作品を作りましたって、そう考えるとこの3枚目が一番
感動するかなと思いましたね。はい、先生が選ぶショットは、ねはいポコタンさんの、はい石田さんが、ポコタンさんの作品の中で、はい、おめでとうございます。3番目がいいなと思いました。そうですね、はい、お疲れ様です。次に行きます。はい、次はアポップさん。アポップさんね、うん、アポップさんね、順番に行きます。おそらくアポップさんでいいですよね。そうですね、はい、タイトルは形にとらわれない形ということで、いいなぁ。こうひねくってくるのがね、素晴らしいですよね。テーマですからね。テーマをねひねくってくる、これがねやっぱりね重要なところでもあるんですよ。本当に僕がこうねそのテーマでっていうのはね、楽しくいろいろ見方でいろんな見方でね芸術の世界なんでね。はい、コメントの方が。ありがとうございました。通路の先に見えた女性が神秘的。通路の先に女性がいるんですね、あの向こうに。はいはいはい。で、お題は形だったので、あえて水族館の形にこだわらない形の作品です。はい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 。なるほどなるほど。水族館の中でも、水族館らしくない、部分ですか。ね、トンネルがあって後ろにこう丸い穴みたいなのがちょうど人の顔の目みたいななってますねのようになんか向こうから人が見てるようにも見えるし、その奥にね女性がおるから鼻に見えますよね、女性がね。で周りの黒い空間でトンネルの中から人が覗いてるような、そういう雰囲気をの表現をされてるというのがありますね。まず空間の取り方が非常にお上手ですね。周りの額縁構図ね、効果のがありますよね。その効果をねうまいこと利用されてる写真だなというのがねまず感じますね。はい、すごい気になりますよね、目みたいなの、ね、目ですよね。はい、すごい中心に目がね、中央のじーっと見てたらね真ん中の方にじーっとこう目線がいって、この奥の鼻の部分は、あ、女性かみたいな、そうそう、いろんなね、なんか捉え方ができる楽しい写真ですよね。非常にお上手だと思いますね。はい、では次に行きます。はい、同じく、アポップさんで、はい、タイトルが GO。あ、はい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 、トンネル好きなんですね、アポップさん。そうですね、トンネル好きなんですね。本当に、お疲れ様です。もうね、ここのトンネルはね結構この土曜日でしたね、その開催がね。ですからすごいですね、お客さんが多くてですね、このトンネルの周りもねすごい人がいてね、なかなか撮れなかったんですよね、このトンネルがね。こうやって子供が一人だけね、トンネルの上にいろいろ泳いでる、ペンギンが泳いでるんですよ。はいはいはい、だから結構幻想的なちょっと不思議な写真空間になりますね。人間が下にいて、で上の方でペンギンが泳いでるという、はい、まあ言ってみりゃね、疑似的なダイバー水中体験を しましょうっていうコンセプトで作られたんだと思うんですけどね、この水族館もね。設計はかなり古いんですけども、やはり今見ても結構斬新な表現の水族館だなっていうのはありますよね。まあ日本全国いろんな水族館行きましたけども、ここの水族館もなかなかうまい表現をしてるなっていうのはありますね。はい、コメントはちょうど人の流れが切れた時走り出した子供が可愛かったですとですね。そうですね、はい、そうですね、そうですね、子供が可愛かった、タイトルが GO ですから向こうに走っていくようなね、感じなんで、タイトルもうまいですね。
ただまあ水族館としてではなくて、これはどちらかというと青いトンネルの中へ走ってる子供みたいな感じで表現されてますね。はい、いいと思いますよ。これはこれで、はい、素晴らしいですね。水族館なんだけど水族館のように見せないという、ね、非常にいいですね。はい。では次のお写真いきます。じゃあアポップさんの3枚目、タイトルはねえ、観覧車に乗ろうよですね。はい、もうこれも水族館には見えないですね。ですね。遊園地のような、遊園地、遊園地、どこの遊園地ですかみたいな。スナメリの像と、左側のね、あれがスナメリの像なんですね。観覧車を組み合わせてみました。はい、スナメリと観覧コントラストが強すぎたので、シャーゴを結構上げてみました。ああ、なるほどね。これはシャドウを別に上げなくても、モノクロで表現してもよかったかもしれませんね。形がはっきりしてるんで、結構形がはっきりしたものは案外モノクロ結構効果的なんで、案外この観覧車というイメージというか、ただの輪っかみたいな、もうモニュメントみたいなものなんで、そういうふうにもう色なしで表現されてもいいかもしれません。ちょっと主役がね、どっちかなっていうのもね、ちょっと、こちらそうなんですよね。観覧車かスナメリかみたいな感じになっちゃうんで、まあどちらかというと、もうモノクロかなんかに変換されて、ちょっとアート的な感じで、形だけで表現されてもいいかもしれませんね。そうでですは、ね。アポップさんの写真3枚のうち、1点目が形にとらわれない形、2つ目がゴールと、3つ目がねえ、観覧車に乗ろうということなんですけども、先生が選ぶベストショそうですね。これはもうね、やっぱり1枚目が、ットはい、ですね。これが一番なんか、そそられましたね。建物の中にもいろんなさまざまな形がありますよっていうのがね、よくわかるいい写真だなと思いますね。またこの周りの暗さもちょうどね、ちょっと反射してる部分のね、薄い影の、光の部分のね、非常に効果的になってますよね。ということで、形にとらわれない形ということで、アポップさんの、ベストショットということで、先生に選んでいただきました。おめでとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。では、次に行きます。次はニックネームピグさんのお写真、合計3枚ございまして、1枚目からいきます。1枚目、飛び込み形態ということですね。飛び込み形態。本当だ。飛び込み形態ですね。なるほど。飛び込む前の形を表現してるんですよね。水の中に飛び込むっていう形かな、びっくり、それを見てるやつですけど。なるほど、なるほど。これは飛び込むこ飛び込むのが面白いなと思って見て、と、これでそうですね、それがまあ脇役みたいになってますね。どっちかというとね、面白いんですよ。考え方が非常にお上手だと思います。自分の見てる、まあ、物語がそのまま表現できてると思うんですよね。コメントも全く同じ感じで、写真見ても、ああ、なるほどなと思わせる表現になってるなと思うんですが、光がね、見てるやつの方に光が当たってるんで、そっちが主役になってるんですよね。こっちがどうしてもそう光ですが当よ。たってないで、ですコね。メントを見るとですね、最初ペンギンの形がかっこよかったのが最初に文章にありますよね。ですからそれが主役のはずなんですよね。こっちが主役ですね。そうですね。そっちを引き立てるような感じで、ちょっと表現してもらいたかったなっていうのがありますね。ですから光の読み方、非常に大事なんで、もし脇役の方に光が行ってるという話になれば、脇役を主役にする、
あのフレーミングやら、あの、まあ、自分の位置関係やら、いうのを、ね、考えられたらいいかなと思ったら、あと左側にね、ペンキンこっち見てますよね。こっち見てますね。あれも気になりますよね、結構ね。あれ気になりますよね。あれ気になること、こっち見てること。そう。あれちょっと気になるんで、結構ね、目線をくれてる人、人というか、あれペンキンですけどね。目線をくれるとね、気になるんですよ。まあ、こっち見てるわけですからね。そうですね。ね、近藤さんもこうやってね、こう顔を見合わせるとすごい気になるでしょ。そしたら案外その周りのものが気にならないんですよ、はいはいはい、人間の場合、ですので、例えばあこれ面白いなと思ったらそれしか気にならずね、その背後端の方にいるやつとか、はい、結構写真は嘘つかないんで、はい、あらこんなの写っとるかとかって、確かに何か撮った写真でこっちね、こっち向いてる人がいたりするっていうのはね。そう、ね、だからね、写真と人間の見方、人間はやっぱりどうしても頭があるんで、どうしても考えるんでね、ですので、どうしてもそこら辺の違いが写真と、あるんでね、そこをよく考えられたらいいかなと思いますね。はい、だから面白いなって思うんだけど、一歩冷静な判断をして背後に何があるのかなとか、はい、そういうのをね、いつもコツもね、少し移すちょっと前ぐらいにね、冷静になって考えられたらいいかもしれません。はい、アドバイスですけどね、移す時のね。はい、では次のお写真で、同じく、ピグーさんで撮れたかな、これはいいですね。はい、これは綺麗だなと思います。誰が見ても多分あ綺麗だな。で、ここの水槽が、まあ、前から見たらハイビジョンサイズでこういう感じなんですよね、はい、こういう感じなんですよね。で斜めから見るとこういう感じなんですよね。少しこう、そうちょっとこういう形になってますね。円形になってますね。そうそれをうまいこと利用してますよね。非常にお上手だと思います。位置関係が偶然だったのかどうか分かんないですけど、この空間の部分が非常にお上手ですよね。黒い部分のとか青い部分の、画面の部分、非常にその形が綺麗、すごい綺麗なんですよね。ドルフィンっていうね、文字がちょっと気にはなるんだけど、まあ仕方ないです。もうあれは撮るわけにもいかんなのんでね、あれはでもすごいフレーミングはバッチリだと思いますね。でなんか人物の2人もね、シルエットでなんかこう話してるみたいな、イルカ次どこ行くみたいなどっちかだったら次どこ行くですね、ですよね。人のね、シルエットの形がね、非常に大事なんですよ、今度は、シルエットの形がね、もう本当にもうちょっとしたことでもう表現が全部ガラッと変わってしまうんです、その中でね、これは相談事してるような形で表現されてると思いますけどもね、本当に一日中ここへ待ってたらいろんな形のシルエットの写真が撮れると思いますので、気に入ったらね、ぜひそういうシルエットの形の表現のもね、考えられたらいいかなと思います。向き不向きがあってね、結構写真好きなんだけど、どんどん撮っているうちでこうやってね、第三者にこう意見を求められた時にね、自分は一体どんな写真が向いてるのかな、どんなのがすごいいいのが撮れるのかなっていうのをね、はい、たまに第三者の人が教えてくれる時があるんですよね、はい、そういった意味ではもうさっきのね、ペンギンの写真よりも全然こっちの方が、おしゃれでいい感じなんでね、非常に参考にね、していただいたらなと思います。非常にお上手だなと思います。イルカの配置もいいですし ね、ちょうど、上にわーっと泳いでて、
左の空間もいいですね。もう一匹泳いでたら多分ちょっと雑な感じになるかな。ですありますね。はい。かしこまりました。では、次のお写真ですね。はい、同じくピグさんでタイトル工房ですね。はい、ですね。斜めに。そうですね。この日の天気を象徴するような工房になりましたと。ね。昨日おっしゃられてましたけれども。そうですね。いやもうね、僕もこれロケハンでこのまあ海遊館出たところにこの歩道橋があるんですけども、その上でね撮った写真を、あの絞りをね絞るとあの太陽のねあの光芒がすごいあのはっきり出ますよっていうことでね、はい、あの皆さんにご紹介したんですけども、広角は気持ちいいですねって書いてますね。そうですね。広い風景が好きなんですね。案外ね、こういうの書いてたらね、はい。そうですね。工房の形も非常に綺麗ですね。はい。ゴーストがね上にこう出たりしてるんですけども、それはそういうそうですね。そこら辺ですね。結構でもね綺麗なゴーストだったらね全然問題にならないんで、まあ、これすごいまあ眩しいなみたいな、ね、うんゴーストなんで非常に効果的だと思いますので、虹色のところとかねすごい綺麗ですね。はい、非常に効果的ですよね。うん、まあ下のねマチもすごい広角で撮ってますので、ね、7mm、14mm か、から14の、焦点距離はちょっと出てない、ね、焦点距離はないですね。多分一番広い部分で撮ってるんでしょうね。なるほどね。こういう撮り方もあるんだと思わせれる写真ですね。道路をねガーッと入れてるんで、空も広がる。そうそうそう、ね、白線がないところがねそこら辺大丈夫なんかなとかいうふうなね、少しいろんなところに目が行くみたいな感じで、まあこれはこれで面白いかなっていうのはありますよね。街中の紹介、街中の紹介ではない、街中のまあ一つの光と影の午後みたいな、強い日差しの午後みたいな、そんな晴れ間から太陽がみたいなです、ね。見るとこう眩しい、ちょっと手をこうです、ねね、かざしたくなるような写真はいい写真なんですよ。五感を感じさせる写真は結構いい写真の部類に入るんで、その中でも五感を感じさせるいい写真だなと思いますね。しっかりと眩しさも、そうですね、眩しさも伝わりましたよ。こちらに戻りまして、ね、はい、ピグさんのお写真、ペンギンの写真で飛び込む形態と、水槽の前の、シルエットの写真が撮れたかな、はい、そして工房写真の工房と3つございますけれども、はい、これはやはり、まあ、工房と撮れたかなとどっちか迷ったんですけど、撮れたかなの方でやっぱり、はい、ですね、はい、非常に綺麗なスクリーンを表現されてるんで、お上手だなと思いました。はい、ではピグさんの、お写真先生の、役スペシャルショットが撮れたかなということで、そうですね、次に進みます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。次がサトシさん、サトシ3104さん、サトシ3104さんですね。はい、サトシなんでしょうね、これ。そうですね、サトシさんですよね。まあ、ちょっと僕と名前がちょっと似てる、ね、それで数字に反応されたわけですね。タイトルがダブルジャンプというタイトルですね。はい、すごいですね。ね、コメントがね、オート虫上げ先生って、オートあれ、なんでオートなんかなと思ったら、ホワイトバランスがオートなんですね。そうですね、あ、ホワイトバランスオート、そうそう、ホワイトバランスはオートなんで、そうですね、僕も枠の改良が、そうですね、課題の形のイメージがつかめず、それ全てが曖昧な写真かな、
作品かなですねとか書いてますけどもね。そうですね、この曖昧に思われるところもまあ一つのね、あの勉強の一つになるんですよね。結構こう考え、やっぱり考えてもらわないといけないですね。やっぱりね、あの課題を出された場合はやっぱり考えるじゃないですか。どういうもの難しいな、どんなものの形なんかな、ね、どういうものが形として表現できるのかなって。まあこのね、サトシさんはそう考えられてるから、まあちょっとあの曖昧なイメージなんかなと思ってるとは思うんですけども、多分曖昧なのは多分周りの人とか船とか海とかそういうものが入っていいものかどうなのかなっていうところで、少し自分としても曖昧に見えたんじゃないですか、この写真見た時に。ダブルジャンプですごいすごい決まってるんですけど、もうこういった時は、ね、思い切ってねトリミングすればいいんですよ。もうあの2匹2匹、そうですね、はい、2匹2匹並んでるんで、もうあの周りの部分が入ってもいいのかなと、いうふうにちょっと思われた場合、より形を強調しようかなと思ったら、ダブルジャンプっていうタイトルで作られてますから、イルカが 2匹2つ飛んでますよね。それが主役なんでね、言うてみれば、はい、でその主役2匹だけをトリミングしてしまえばアップして、そうすることによって、どっちかというと2匹並んでるやつが、まあ、手前の2匹がすごい大きく取れてるんで、主役はそれになるわけですよ、で脇役は後ろに飛んでる2匹になりますので、もう十分その写真だけで単写真でも確実にいい作品ができますよね、はい、もうすごい分かりやすい。これでトリミングするか、そうですね、このラインでトリミングするす、ね、はい、そうですね、だからまあできるだけギッチギチにやってもいいかもしれませんね、はい、そうすることによってより形としてのね表現が強く出ますよね、結局、はい、だから多分あの上のある鉄塔とか船とかが結構ちょっとね、あれちょっと目障りだなとか少し、思ってたんじゃないかなと思います、はい、すごいいいシャッターチャンスを恵まれてましたので、でね、これすごいいいシャッターチャンスなんですよね。ですよね、ちょっとなかなかこう、そう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 、ちょっと斜めでもいいですわ。トリミングしたらすごいいい感じになりますよね。はい、海とかももういらないです。もうあそこだけで、表現する。ズバッと言ってもいいかもしれません。はい。では次に行きます。次のお写真は、同じく佐藤氏3101043でスタンバイ、はい、はい、オート演技を始める前の雰囲気が伝わればと思います。はいはい、あ、これはホワイトブラザーオートですね。そうですね。演技を始める前の雰囲気が伝わればいいですね。はい、そうですね、はい、それはもうバッチリ決まってます。はい、もうそれもう分かりやすい。はい。まあこれはね、飼育員さんとイルカの、まあ、緊張感みたいなのも伝わるし、はい、まあ、同時に形としてもすごいシンプルで、もう飼育員さんとイルカで真ん中にこのね、まあ、そのどういうんですか、そのお立ち台じゃないですけども、その白い、はい、部分が境界線を醸し出してるんで、対角線構図で非常にそのラインが効いております。このラインですね。そうですね、そのラインが非常に効いておりまして、写真の撮影位置も非常にお上手です。普通は水族館とか言ったらね、観客席に座って写真撮るじゃないですか。そうですね、みんな観客席に行くから、いわゆる映画で撮るスクリーンの正面に、そうスクリーンの正面にどうしてもやっぱり水族館だから、ね、はいはい、今日はこれから30分から始まりますよ、ショーがって、ね、一番乗りしてですよ、ね、そういうふうなイメージになりますよね。でもここは違うんですよ、もう全然もう違う位置、もう上ですよね、はい、上ですね、向こう向いてますから、
観客の方を向いてるんで、スタッフの人は、あのね、飼育員さんは。ですので、この位置は、普通はお客さんは見ない位置なんですよ。で、これはまあ僕が見つけたというか、ロケハンで行って、この位置で最初に撮ったんですよ。はいはい、この位置の方が面白いのが撮れそうだなと思って撮ったんですけども。はい、今回2回来ましてですね、このイルカショーは、はい、最初上のこの位置で写真撮りましょうというの で、はい、で2回目が確か2時かなんかだったと思うんですけども、はい、2回目は観客席から撮りましょうということ で、ね、なんか違う位置でどういうふうな、ね、あの違いが出るか、ああいうのを、ね、あの皆さんに体験してもらいたかったというのもあったんで、はい、まあ、最初のこの位置であの俯瞰撮影でこういうふうに表現できるっていうのは非常にあなるほどなと思っていただいたらいいかなと思ったんですけどね、はい、まあ形としても非常に分かりやすいいい作品だなと思いますね、はい、切り取りも非常にお上手だと思います、はい、とこのラインでのバランス、そうそう、バランスが非常にお上手だと思います。そのバランス一つでも全然変わってきますから ね、はい、非常に上手ですね、はい、では次に行きまして、はい、サトシ3104様の、3つ目のお写真、こちら比喩です、ね、イルカじゃないか、イワシのドームですね、イワシドームですね。確かこのイワシドームみたいなのが案外いろんな水族館にあるんですけども、確か名古屋の水族館も有名ですよね、これがね、最近ね、うん、ありますなんかこうイワシの大群が群れになってくる形自分たちですけどね、はいはいはい、これもね、時間がね限られてたんで、まあ、僕がロケハン行った時はね2、3回ぐらい、トライしたんですけどね、やっぱり気に入ったらね、やっぱり何回もトライしてもらいたいんですよね。その水族館のいいのが面白そうなのが撮れそうだなって思うようなところですね、ここは上にある電球がですね、太陽のように表現されているので、非常にもうね、スキューバーダイビングをやって、このね表現を体験しようと思ったらね、すごいお金かかるんですよ、はい外国のいいところまで行かないとなかなかこのエイも泳いでないですし、これはそのでの下から見るやつ、そうそう、下から見えるドームのやつのペンギンじゃないバージョンですよね、はいはい、イワシのバージョンだったかな、はい、まあ、コメントを書いてますけども、水面を空と感じて空間を飛行する魚たちの形、そうですね、しし、太陽の入れ方は非常にお上手ですね、はい、でちょっと暗い部分にまあエイがこうスーッとこう泳いでるのがまたいいじゃないですか、そうですね、なんかこうちょっと自然な感じで、なんかね、僕ダイバーなんで上がねボートに見えるんですよボートの下にアジが泳いでて、そうですそうです、エイがこうバーッと来たみたいな、しかも太陽がパッと見えるね、ボートの隙間からこう、もう最高の瞬間ですよ、ですよねこれね、フィリピンとかね、外国行ってもね、はい、こんな瞬間はなかなか撮れないですよ、はい、まあそういった意味ではね、入場料払ってね、水族館でね、そういうものこんなんで撮れるからね、もう腹が落ちますね、まあそれがね、水族館のいいところなんで ね、はい、非常にいいなと思いますね。形すごいね、悩まれてたと思いますけど、全然いいのね、捉えてると思います、はい、60分の1で結構イワシって止まって撮れるんですね、その自分が感覚的に分からなかったと思うんで、レンズはどんなレンズ使ってます？12-100で F4 の状態です、ね、じゃあ12ミリ側ですね、24ミリ側だったら多分、あ、はい、そうそう、ね、広かったら撮れるか、うん、そうね、広かったら多分60分の1はでも、まあちょっとね、望遠にしたら無理ですけどね絶対無理だと思いますけどもね、いい感じにね、止まってますよね、ピントもね、来てますね、いい感じですもんね、うん、光もいいですし、うん、いいなと思いますね、うん、確かに明日で
では、サトシ3104様のお写真、一つがスタンバイと、そうですね、もう一個前だったか、失礼しました、ダブルジャンプ。ダブルジャンプね、ありましたね。スタンバイと比喩ということで。サトシさんはね、かなりいい瞬間をね、捉えることが非常にお上手だなと思いましたね。はい、そうですね、最後の比喩がすごい羨ましいなと思いますね。この写真がすごいいいのが撮れてるなと思います。水族館らしくない、感じで撮れてるんで非常にいいなと思いました。形もね、太陽の光で立体感もよく出ておりまして、この部分ですね、そう遮光線がね、うまいこと言ってますんで、これがいいなと思いましたね。はい、ではサトシ3104様の、はい、先生が選ぶベストショットはこれ比喩ということで、はい、はい、お疲れ様でした。次に行きます。みっちゃん07さんが、07ですね、うん、3枚続きまして1枚目が、舞台裏ということで、はい、舞台裏、はい、お疲れ様でした。大変暑い中、皆さんお疲れ様、うん、機会があればまた参加、はい、また参加お願いします。水面上で愛嬌を振りまいてくれてるイルカですが、見えないところは頑張ってるんですね。はいはいはい、あ、なるほどね、はい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 、そうですね、これってね、上の部分がね、水面に顔を上げてこう待ってるような状態になってる時に、3頭並んでる時に多分何かやってたんでしょうね、上でショーかなんかね。上でショーやってても、下でこうこの水槽だけ撮ってる人もいたんで、イルカショーとここの水槽も一緒、一緒の、そうそう、一緒の水槽なんですよ。ですからこれイルカショーやってる時に水槽だけ撮っても面白いなとは思ってたんです。結構ね、はい、こう動き回ってるでしょうね。そうですね、はい、いろいろ動いたりね、普段ね、見られない行動が見られるはずなんで、そういった意味ではこの3つ並んでるヒレも非常に面白いかなと思いますね。確かにね、1つだけでも面白いですし、まあ、2つだったら同じ形をしとった方が面白い、対比で面白いし、で3つ並ぶとこうやってね、まあ3匹のなんとかとかそういうふうな個性が、そうそう、個性が出るみたいな感じで非常に面白く表現できていると思います。3頭ともね、なんかヒレの形が動きが違うんで面白いですよ ね、はい、頑張るヒレの形って書いてますからそれなりに確かにヒレの形三者三様みたいな、まあ、そういうふうな表現はちゃんとできてるなと思いますね。上の空間を入れてるのも、ね、正解ですね。はい、その上の空間も非常に効果的になってますよ。はい、青だけで表現するんじゃなくてね、まあ、文字もあまり目立たないし ね、なかなかいい表現だなと思いますね。では次の写真いきます。はい、同じくみっちゃん073で、はい、タイトルが安らぎ、これもいいですね。これはもう絵に描いたような、なんかね、ですね、水族館のパンフレットに載ってそうな感じですよね。使えそうな作品ですよね。水槽にこう手をこうねつけるとね、シルエットになるんです、綺麗なね、はい、ですのであれ結構効果的なんですよね。リラックスしてるイルカの形という感じで、2匹2頭がすごいこうね、雰囲気がいい感じで寄り添って、そうですね、左下のイルカはなんか人物の方を見てるような、まあそういう風にも見えるし、すごいこのいいシャッターチャンスを待たれてたんだなっていうのはありますよね。はい、あれこれ、あ、そうか、上の文字はあれなんですね。ないから、多分少しトリミングされたかな。
これあの水槽の上のドルフィンって書いてあるんですよね、うん、そうですね、トリミングされたかちょっとアップで撮ったかですよね、多分ね、文字の部分が必要ないかなと思われたんでしょうね。レンズが7から14なんで、もしかしたらちょっと望遠鏡に持っていかれたんでしょうね、撮ったんでしょうかね、うん、ポップアート、ポップアートですね、ああなるほどなるほど、あそれ少し色が派手な感じで、イルカが少し、うん、そうですね、派手な感じになってますよね、映り込みが少しあるのが少し残念かな、イルカの部分のね、うん、あれが、まあうん、ちょっと惜しいかなと思う、まあ仕方ないですけどね、どうしてもどうしてもね、こう円形だったんですね、うんうん、ね、難しいかなと思いますね、でもお上手だと思いますね、はい、では次のお写真で同じく、みっちゃん073で、光の形、いいね、こういうのが好きですよね建物に圧倒され上ばかり見ていましたが、綺麗に磨かれたフロアに映る目、フロアに映るところに目が止まりましたですよね、いやいや素晴らしいですね、あの建物の凄さがすごかったんですよ、あの山口銀行ね、まあすごいこうパースが効いた昔の伝統が終わったんで、それはもうそれをいかに綺麗に切り取ろうかなという頭が働くわけですけど、先ほどのねこうまああの話じゃないですけども、まあ建物を取ろうと思ったら建物ばかりに頭がいくんですけども、実際はねちょっとこうあの落ち着いて、ね、床に映ってるこういう綺麗な部分も非常に大事だっていうのはねよくわかりますよね。であの水銀塔だったかな、なんか特殊な昔の伝統をまだ使ってるんですよ、だからあの黄色い光が反射してるんですよね、結構なかなかない色の光、そうですね、はい、珍しい色の光だったんで、はい、なかなか綺麗だなと思いましたけどね、はい、アートフィルターのポップアートですね、余計ポップアート使ったら余計黄色が強くなったんでしょうね、はい、面白いあの着眼点ですよね、ちょっとあのそうですね、あのあのパッと見たらね多分一般受けはしないかも、何これ撮られたのかなと思われる可能性知れない、うん、だから主役っていうのがね一つあれば、あのなんか主役っぽくなるようなもの、はい、うん、黄色が主役なんだけど黄色が6つあるんで6つも主役があるような感じになってしまうんで、どちらかというとねあの一番なんかあの綺麗そうで影もあるような右下のあの部分だけでも、この部分、うん、その部分だけでも押さえてもいいかな、うん、あの主役と脇役なんかちょっと、ね、分かりにくいやつはねある程度主役どれなんだろうかなとかちょっと頭でね後から写真見て、はい、あの例えば写真撮った後でこう液晶を見て再生ボタンを押して、はい、うん、これって何が僕は気に入ったんだろうかなね、だから、まあ、何を どう表現するかなんですよね写真っていうのはね、はい、だから何をの部分が主役なんですよね、だからその何をの部分がはっきりしてないとはっきり言って何が好きなのかわからない、はい、でそれがはっきりしてないと第三者にも伝わりにくいっていうのがあるんで、まあそういった意味ではあのちょっとこの少し迷ったらそういうふうな頭を働かしてもいいかもしれない、黄色はね結構主役になりやすいんですよ、はい、そしたら黄色が6つもあると6つとも主役になってしまうんで、はい、はいはい、あの黄色とか赤とかね、いう色のもうなんかポンとしたようなものですね、はい、郵便ポストが奥の方にあるとか、はい、そういうようなものがあると結構こう目を引く要素が強いんで、はい、小さくても主役になりやすいんですね、そういうものがね、はい、だから奥にあるようなあの小さい黄色の光でも結構目がいくんで脇役にならないですよ、あ、もう全部主役になっちゃってそうだから結構ね、ちょっとこうおとなしい感じに見えてしまう、うん、着眼点は素晴らしいと思います、はい、うん、はい、では戻りまして3つのお
写真の中、1つ目が、舞台裏、こちらですね。そうですね、はい、で2つ目が、安らぎ、はい、3つ目が光の形ということでいただきますけれども、ね、はい、先生が選ぶベストショットは。そうですね、これはね、舞台裏か安らぎかに迷ったんですが、はい、まあ、うん、安らぎの方かな。こちらですね、はい、すごい分かりやすいいうのがあるんです。舞台裏の場合は文字の部分がやっぱりね、ちょっとね気になるんですよね。舞台裏の写真のね、ドルフィンっていうやつですね。はい、文字がね結構気になるんですよね。文字入ってもいいっていう先生もいるんですが、僕の場合はね、僕の師匠はあんまり文字が好きじゃない師匠だったんで、文字をねやっぱり入れるとどうしても読んでしまう、部分が出てきて、どうしてもそこに感情移入が入ってくるみたいな、いうのがあるんで、まあちょっと、ちょっともう、そっちの方が分かりやすくて、まあいいなっていう、なんかこうシルエットの形もすごい綺麗ですし、イルカの形も決まってるなっていうのがありましたね。はい、はい、お疲れ様です。どうもありがとうございました。では、次の写真に行きます。次がピータンさんのお写真、3作品あります。まず1点目から、1作品目から、いきます。はい、タイトルが光闇ということでですね、はい、あ、それですね、はい、シルエットになってるやつですね、はいはい、建物のシルエット、そうですね、まあまあお疲れ様でした。これはすごい青空がすごい綺麗に表現できてますね。多分露出を少し切り詰めて、ね、ちょっとアンダー面に仕上げてる。でも露出はプラスマイナスゼロ。ゼロです。ですね、太陽に向けてるからかな。ね、ですからちょっとそのまま撮っても少しアンダー面になったのかなと思いますが、やっぱり下関を象徴するね、カラドレトロの建物、右下のやつですね、あれがやっぱりポイントなんですよ。僕もちょっとロケハンでそれを入れて、撮影したんですけどもね、シルエットで、はい、まあ、太陽入れてっていう感じで、はい、結構ね、ロケハンで撮ったこの僕の写真が案外皆さん受けたんですよね、なぜかね、こんなの撮れるんだみたいな、でも歩道橋の上から普通ポンと撮れるだけなんで、普通に簡単にね、まあ、青空と太陽の効果っていうのはね、あと雲の効果っていうのはね、非常にラッキーだったと思いますね。もうこれこんなね日はまあ二度とないというか、まあ一期一会なんでね、写真っていうのはね、だからこの日のこの空はもうないんで、そう考えると建物と空と雲と太陽と暗闇と光、が全てアートになった瞬間が撮影できたというふうなコメントがありますので、はい、まあその通りだと思いますね、はい、こちらもそういうふうに感じさせてもらいましたね。広大な空間もうまいこと表現できてますので、はい、やっぱり右下のやっぱりちょっと変わった、はい、レトロな建物がちょっとやっぱりどちらかというと主役になるんかな、ね、その部分がね、太陽とか、ね、雲が脇役になるんかね、そう考えるとね、ギリギリまで主役をあまり入れないところもなかなか良かったですね。すごいなんか空の広さというかいうのもすごい表現できてますしね、いいなと思いますね。お上手だと思いますよ、はい。では次の写真で、はい、同じくピーターさんで、はい、タイトルはイルカドルフィンジャンプ、あ、スカイドルフィンジャンプです、失礼しました。スカイドルフィンジャンプですね、スカイドルフィンジャンプ、
イルカの水しぶきが映ったお気に入りの作品です。はい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 、下からずっと、ね、そうそう、水しぶきが、あ、下の方からもつながってるんですね。つながってます。あ、なるほど、へえ、あ、すごいね。あの天井についてるのがいいね。ですね。あのこういう、さっきはね、黄色いこう、黄色いボールにこう、ポンとつくのが当たり前なんだけども、これは天井まで行ったみたいな。ですよね。そうですね、はい。で、天井をこう完璧に切るじゃないですか、天井の部分を、はいはい、そしたら空に飛んでるようなイメージになりますよね。だから全然イメージが変わってくるんですけども、これはわざと天井のギリギリ止まってるもんね。天井にタッチとかね。すごいですねこれね、うん。で、その対岸にあるね、あの門司港のね、あの街並みもね、このあの冷静に表現できてますよね、綺麗にね。はい、確かランドマーク的なですよね。はい、あの海の配分もいいですしね、うまいこと狙いましたねこれね、うん。フルフレームやろうかね、トリミング何もせずにこれだけ表現できたんでしょうかね。すごいね、いい瞬間でしたね、撮りましたね。水しぶきも気に入ってるみたいな。確かに水しぶきもあのおっぽの方の水しぶきがいいですね。なんかクリスタルガラスみたいな。あのね、まあ青空で、うん、光も良かったんでね。厚いのはちょっとダメでしたけど。シルエットだから水しぶきがうまいことね、入ってる。そうですね。はい。水しぶきでね、ガラス細工のような表現ができるようだっていうのをね、感じられたんじゃないかなと思います。あのもちろん形としても、テーマとしても十分あのシルエットの形とか、街並みの形とか、まあ、ちゃんと表現できてるなと思いますね。はい、うん、では次のお写真が、同じくピータンさんで、光の温かさ。はい、いいタイトルをつけられますね。なんかこう思いのこもったような、はい、小さなクラゲがちょこっと映る、その周りに大きなクラゲが集まっている、これが形に見えました。小さなクラゲが光、大きなクラゲがその光に温まっているイメージがしました。小さなのはそれですかね。これが一番確かに、うん、このクラゲの中で明るいですもんね。そうですね、はい。あ、そこへ集まって温まってると、温まってるように見えたと。ああ、なるほどね、はい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 、あ、そういうふうに見えたんだ。あ、だったらあの小さいクラゲを真ん中に置いたんですね。はいはいはい、うん、うん、でも分かりますね、うん。まあちょっと温まってるようにはちょっと見えないかもしれません。うん、青く表現されてるんで、どちらかというとちょっと冷たく見えますよね。あ、はい、まあ、人間の感覚としてはどちらかというと、ちょっとクールな、あ、おしゃれな感じにも見えるし、ちょっとこうどちらか冷たい、なんか氷の中にいるようなイメージに見えますね。まあ一般論で考えるとそういうふうに見えますので、まあ、そこら辺も少し注意されてもいいかもしれません。そこの、まあ、ただ小さいクラゲに大きいクラゲが集まってるようには見えま す、ね、はい。あの真ん中を見てるからなんか効果的ではありますので、あの自分の表現してるイメージがそのまま表現になってるとは思います。あの周りに集まってるみたいな感じですね、はい。ホワイトバランス、多分タングステンかな、これは。ホワイトバランスは書いてないですか。これはちょっとすみません、あのデータで見れなくてすみません、はい。確かに、ね、タングステン最後の方だったんですよね、はいはい。でタングステンをしても面白いよっていうことで、あの皆さんに確かに話したと思うんですけどね、はい、うん。なかなかいいですね、これはこれで、はい、涼しげでいいですね、この時期にはちょうど青い、ね、青い写真は、ね、気持ちいいですよね。本当に冷たい、そう、今日はでもまた涼しかったですよ。今日はね、曇ってくれた、ね、今日大阪はどうでした。あの風もあって曇ってるんで、まあ昼時ね、外に食事行く時も涼しく出られましたんで。ああ、そうですか。倉敷もね、
はい、朝9時の時点で29度だったんですよ。熱が3時上ね、2、3度だったんですよ、だから今日は涼しいなと思いましたんで、ちょっと涼しいだけでね、ちょっと嬉しくなりますよね。まだまだ暑い日は続くらしいですね。あ、そうですか。じゃあ皆さん水族館にまた行っていただいてですね。じゃあ、ピータンさんの作品のこの3つの中から、はい、カルトエミ、スカイドリフンジャンプ、そうですね、はいはいはい、視点の面白さから言うと1枚目か2枚目なんですよ。そうですね、まあお手本があった私の最初を見てから表現している可能性もあるので、個人的には真ん中のスカイドルフィン、はい、その分がいいんじゃないかな、はい、天井につく瞬間、はい、天井につく瞬間みたいな感じで表現できて、イルカの形も非常によく表現できていると思いますので、はい、これ一番いいんじゃないかなと思います。はい、はい、ではピーターさんの、虫上げ先生が選ぶ、ベストショットが、はい、スカイドルフィンジャンプということですね。はい、大変お疲れ様でした。お疲れ様でした。次に行きます。よいしょ。次の方のニックネーム、トントンメ。トントンメイさん、トントンメイさん、トントンメイ さんですよね。はい、そうですね。はい、タイトル群れということで、はい、まあそのまんまですね。はい、コメントが操作勉強中、慣れるのに時間がかかりそうですと。ちょっとありますね。魚たち数多く。撮りましたがピントが合ってなく悲しい思いです。あ、そうですね、はいはい、ダイビングでこのような群れをまだ経験しておりません。はい、言ったじゃないですか、ね、最初のコメントで ね、この群れに合うのがなかなか難しい、難しいでしょうね。群れに合うこと自体がなかなか難しいもう特にね、日本海とか瀬戸内海とかね、日本海側行くとね、魚少ないんですよ今。あ、そうなんですか。魚少ないんです。小魚は結構多いんですよ、はい、で小魚多いんですけどね、こういうの渦巻く群れっていうのはなかなかね、漁船についていかないと会えないよそうですね、本当にこの中に巻き込まれたら息ができるのかと思いながらの撮影でしたと書いてましたね、はい、書いてますね、はい、絞り F5.6 で ISO1600 と補正のマイナス 0.3 ということですね。はい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 、はい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 、あのピントがね、ピントというかあのブレとかが結構多いですね。あの被写体ブレっていうんですけど ね、魚は結構早く動くんで6分の1秒、ね、だから普通は止まってるんですけど、どうしても水槽だけ撮るとどうしてもね、魚だけになるじゃないですか、はいはい、どうしてもブレあれピント合ってねえなとか、はい、なんか言って思うんですけど、ほとんど被写体ブレがほぼ、はい、魚がやっぱり動いてるんで、どうしてもシャッター速度がね、速くないとなかなか。でまああの魚眼レンズとかね、はい、すごい広角のレンズを使うと、もう少し止まってるように見えますよね。はい、まあそういった意味では、まああの機材の限界いうのもあるんですけども、ただまああのピントがね、各筒に来とるってブレてないのがいいかって言ったらそうでもない。はい。何かこう感じさせる要素があれば、写真というのは別にブレてようがピントが来てなかろうが、いいと思うんです、はい、まあ、そういった意味ではあの左下にあの、ね、カメラを持ってる手の部分ですね、もうちょっと入れてもいいかなと思いましたけどね、はい、そうそう、もうなんかこう慌ててしたたきてるこの手の動きがあのちょっとこうね、あの魚もぶれてる、手もこうぶれてるみたいなそういうふうなね、自分も感動してるみたいな、そういうふうな、ストーリーが生まれるじゃないですか、ね、そういった意味ではあの大胆にもうちょっとあの手を入れてもよかったかもしれません。はい、右レンズが1240-2.8 ですね。 F56 なんで、はい、はい、結構絞ったんですよね。2段絞るですよね、多分群れの奥までピントが欲しいかなと思ったんでしょうかね。気持ちは分かりますけどね、まあ、どっちしろあの
結構被写体ブレがあんまり強すぎると今度はあの手裏剣のように魚がなってしまう、はい、長くなってしまうんで魚の形が分かんなくなるんで、はい、うん、あんまり長くなってもね変形してしまうとね分かりにくいんで、まあ、この場合はあの解放でもいいと思いますよ、うんうん、思い切って解放にしてしまえば、確か 2.8 なんですよね、 2.8 で取れますよね多分ね投資で、2.8 でも取れると思いますので、はい、まあ、ボケてもいいと思います。もうちょっと魚の形が分かりゃもっと激しい、立体感というかそういうものも表現できると思いますので、うん、ちょっとこう長い魚っていうのはねあんまり皆さん頭にね、イワシがこんな投げ方かなとかそういう部分もあるんでね、まあ、まあそこら辺あの気をつけてもらえたらなと思います。まあ一つの参考として、はいはい、では次のお写真ですね、同じくトントンメさんでタイトルが時代の流れ、はい、うん、んこのタイトルはどういうふうなあれですかね、表現方法ですかね、今日は、イルカを中心に海峡下の周りの風景が少しずつ関門橋、門司港などなどが移り変わり、まだこの辺りが倉庫群の頃の思い、倉庫群の頃を思い時代の流れを感じている。なるほどな、そういうふうなイメージ。あ、だからその移り込みの背景が結構いろんなものが映ってると。映ってたんですね。はい、だからイルカに着目してるんだけど、イルカの形はすごいいいんですよね。すごいいい形でいい瞬間で撮れてるんですけども、やはりあのその最後に映ってる映り込みの橋とか、うん、山とか倉庫群とか、うん、いうのが、まあ、近代的なものなんで、まあそういう、まあ、このレストラン自体もね近代的なものなんで、まあ、そういった意味では時代の流れを感じられたんでしょうね。はい、うん、あ、いいですよね。いろんな要素が入ってるんですけども、まあ、多重露出使う予定もあるんですけどね、これは実際にこれ一発撮りなんでね、一発撮りですもん ね一発撮りなんです。これレストラン昼休憩の時にね、はい、レストランがちょうどさっきのイルカのプールのそばにあるんですよ、はい、だからガラス張りになっとってイルカが見えるんですよ。あ、イルカがこう、ね、ご飯食べながらイルカが見えるみたいな、はいはい、すごいいいレストランで、はいはい、まあね、まあ、カップルとかね行ったら喜ぶでしょうね。そういうなんかまあ誰が行っても喜ぶと思うんですけども、皆さん感動したのかどうかわかんないですけど僕は結構感動しましたね。あのレストランでイルカを見ながら、はいはい、食事ができるというのはこの山口県、うん、海峡館しかないんじゃないかなと思いましたけどもね、でその写り込みが、まあ、僕もロケハンで撮ったんで同じように、はいはい、その写り込みがいいよということで、この人はお上手ですね、うん、橋まで写り込みましましたか、うん、大したもんですね。で、うん、ちゃんといい配置で、そうですね、すごいいい配置にねイルカが入ってきて、もう最高の情景ですね、うん、形としても非常にお上手だと思います、ね、本当にか分かりやすいですよ ね, ですね、本当に分かりやすい、うん、形ボーンみたいなイルカ、それを背後に映ってる街並みみたいな、非常にお上手だと思いますね、はい、では次のお写真で、はい、トントンメさん3枚目のお写真ですね、物思い、ね、一瞬ダイビングの写真かと思います。写真が潜られたんかなと思って下関よく、ね、ダイビングの写真でそうコーナー出てきますよ ね, すね、はい、コーナー出てきますよね、物思いというタイトルですね、はい、ダイバーの方はだいたい水中写真撮ったらこういうタイトルつけられるんですよね、はい、テーマの形はハテナハテナハテナですが、はい、何を思っているのかとても気になったと、はいはいはい、もっともっと広い海は懐かしんでいるのかも、それとも恋かも、なるほど、はい、うん、
そうですね、多分見てる位置ですよね、自分が見てる位置とカメラの位置は、全く同じだったと思うんで、自分が見てる位置がちょうどその魚の形がなんか物思いにふけてるように見えてるような形で見たというような感じだったと思いますね、これはね。まあ、だから、同じ位置でシャッターを切ると、まあ、確かに何かこの上の青い部分の空間が、すごいこう主役を引き立ててるというのがあるんで、まあ確かカワハギかなこれね、カワハギの種類だ、の種か類でな、すね。だと思うんですけども、まあ上向きにねぼーっとしてるところが何考えてんかな、本当は寝てるんですかね、これ。可能性ありまですよすね。ね。ありますよね。物多いみ目たいな開けですて寝ね。るからね、気持ち悪いですよね。僕もナイトダイビングで夜潜ったりするんですけどもね、前ナイトダイビング潜った時に洞窟の中にねライトこうすごいこれぐらいのでかいコブダイが出てるんですよ。こんな感じでいいでそすれがねちょっと斜めになってるだけでそのまま収まってるんですよ、洞窟じっとしで。てるわけですね。こう それで目開いてるんですよね。でライトつけても何も反応しないんですよね、寝ちゃって。寝てるんですよね。すごいですよね、目開けて寝れるんだみたいな。そういえばまぶたってあんまり見えないんですか、そ魚うは。ですね、まあ、そういった意味でね、魚の不思議っていうのはよくはね、魚は不思議ですよね。まあこれはこれで、だからその視点が、もうそういうふうな、なんか思うように老けてるようなに見える、まあ、視点で捉えたというので、まあ、人間から見ると確かに思うように老けてるように見える、写真だなというところで、面白いなと思います。形もちゃんと表現できてますよ。では、3枚、トンメさんですよね。トンメさんはね、トンメさんの写真水が中写真好きなのかな、こでの人すはね。ね。群れと時代の流れと物思いということで、この中でそうで推す薦さね、れるベスこれト写は真。もう時代の流れでしょそうですね。う。どう考えてもそれがすごい、インパクトもあるし、訴えてくる要素も結構多いんで、いい写真ですね。お疲れ様でした。しました。では、次に行きます。ルイの父さん。ルイの父さん、これ組写真ですね。あ、組になってるんですね。組写真でのご提出です。で、組写真1枚目が、1枚目、形形楽っていうタイでトすルね。なんですね。まあ楽というか楽しいです楽しいでね。すね。まあ通常感で楽音はしとるかもしれませんけども、体的には楽かもしれませんけども、まあ楽しい、微笑ましい親子の姿、思わず写しました。まず1枚目が楽しい、そうですね、楽しんでますよね。楽しんでます。もう分かりやすい。いろいろ書いていただいてね、ライトルームの最新型を使ってるんでしょう。霞助教のプラス43をやりましたと。で、明瞭度のプラス23もやりましたと。ね、クロラル18と、ご丁寧にありがとうございます。そうですね、トリミングもされたということでね、分かりやすくトリミングされてるということですね。いいですね、分かりやすい。そうですね、親子の関係の部分ですね、少し親子の部分がひっついたかな。ちょっと間隔が狭いかなとは思いますけどね。この感そう覚ですそう、そね。この間隔ですかね、多少。まあ、だけど、お母さんが少しあれかな、沈んじゃったかな。多少。まあでも、まあ分かりやすい。組み写真だからいいと思います。別に、これ何枚組み写真ですか？ 3 枚ですかね。5 5枚です枚か？ 5 です枚ですかね。ね。5枚で1つを表現するんだったらば、まず、
別にそれは大丈夫だと思いますんで、はい、じゃあ2枚目を見せていただいてもいいですか、ね、これが寝てた魚あ、そうですね、よく覚えてますね先ほどの話を、そうそう、コブダイがねそう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 、ちょっと話ずれてすみません、いやいや、面白いんですよ、可愛い目してるんですよ、で、寝ちゃうんですね、そうです、目を開けたまま、で、先ほどの、形の楽しいからいったのが舞、あ、次が舞なんですね、あ、漢字一文字でそうですね、やられてるんですね、はい、次は舞ということですね、楽しい舞、はい、ね、なるほど、エイ一座の舞をどうぞ、はい、舞ですよね、確かに、はい、うん、うん、じゃ次に霞状況か、うん、霞除去がね、新しい機能なんですけどね、ライトルームのね、うん、これは結構効果的な部分があって、案外スクモとかね、まあ、あれとよく似てるんですよ、アートフィルター の, ドラマチクトン、はいはい、あれのなんか効果みたいな感じになるんですよね、霞除去をね、やっていくとね、まあ、あんまりやりすぎるとね、ちょっと強かったらねあんまりやりすぎるとちょっとああいうのになるんですけども、これはこれでねすごいいい効果が出てますよね、なんかこうおどろおどろしい感じでこう待ってるみたいな、ぐわーっとこうなんか、うん、目 の, 電球の部分がちょっとどうなんでしょう、太陽に見せかけることもできるし、電球に見せかけることもできますよね。先ほどの最初の方のやつはね、あれ太陽ですよね。うん、これはどっちかだと電球に見えますよね。うん、形が人工的なんでね。はい。そうですね。F28、30分の1と。そうですね。開放にしてもやっぱり電球に見えますよね。はい。だから。あれが電球に見えるというような感じで、まあ舞だからいいと思います、タイトルが、はい、全然大丈夫です、電球でも全然OK だと思います、暗い感じで待ってると、はい、いいと思います。3枚目がどんな感じでしょう、3枚目の写真ですね、組写真での3つ目が今度跳ねるの字で、また一文字での表現ですね。おお、超跳ねる、どちらかですね。これはいい瞬間撮りましたね。うん、これはこれは面白いですね。なんか、なんかこう置物のように見えるんですよね。イルカが。表面が随分なんか光の反射が。そうそう。なんかテカってなんかそう、なんかこう。そこにある置物みたいな感じにも見えるんで、なんかこうその周りの空間も非常に効果的に入れてますよね、なんかこれ1枚だけでも非常になんか組み写真じゃなくても、うん、これ1枚だけでも非常に完成されたような面白い写真だなと思いますね。なんかあんまり遠近感を感じないのも面白いなっていうのはありますよね。これが跳ねるんですね。跳ねるんですね。うん。ですね。はい。じゃあ次行きましょう。次行きましょう。はい、4枚組写真の中での4枚目が、さっき跳ねるから今度飛ぶの字ですね。飛ぶ。火が飛ぶ。まあ飛ぶでしょうね、これ。はい。ああ、そうですね。飛ぶですね。はい、ペンギンが空を飛ぶ、どこかで聞きましたみたいな。うん、確かにね。うん、たまに、うん、たまに聞きますよね、何か。何かで聞きますよね。なんかいろいろなところでね、うん、結構上を踏んで。そうですね。確かに、本当は空は飛ばんのやけども、飛んでるように見えるような感じだから、そういう話がよく出るのかな。うん、まあ、これはいろいろと、これもね、調節してるいいですね。はい、自分なりにね。色とかね、コントラストとか黒レベルとかサイドとかも調節して、自分の自己表現がちゃんとできてるというのがありますよね。はい、うん、まあ飛んでるように見えますよ、うん、もうちょっと逆光にしたらもっと空を飛んでるように見えるかな、うん、ちょっと下の部分、黒い部分
がちょっと多いかなっていうのはありますよね。地をもうちょっと、うんうんうん、そっちの方にね、視点を置くと飛んでるイメージが強くなってきますよね。はい、では次の写真を、次の写真5枚1組での、組写真の最後5枚目ですね。そうですね、よいしょ、想像の層でおそらく思うという一文字での作品ですかね。はい、はい、最後が想像の層ですね、はい、旧山口銀行本店ロビーですね、はい、書いてるでしょ。涼しかった ね、 ね、すごい涼しかった。地下金庫室まで案内してくれましたね。山口銀行の方に感謝ってね。あの結構ね、こういうふうな案内してくれるといろんな歴史とかね、はい、教えてくれるんですよ、はい、うん、で何か何も言わなかったんですけど、案内しましょうかっていうんで、あ、ぜひお願いしますということで、最後は撮影じゃなくてそういう人の話を聞いて終わったみたいな感じでもあったんですが、ただやはりそういう話を聞くと、まあその建物の歴史とか、どんな時にどんなことがあったとか、いろいろこう情報が入ってくるじゃないですか、はい、まあ、そういった意味でその建物をもう一回見ると、まあ視点が変わるというか、はい、着眼点も変わるんで、まあ非常にいいことですよね。何も聞かずに撮る写真と、何かを聞いて感じてまた撮る写真と、まあ、全然変わってくるんでね、うん、すごい勉強になると思いますので、水族館もそうです。イベントに参加しなくてただ撮るなと、イベントに参加してそのイベントの写真を撮る、うん、でだいぶ違いますからね、はい、だからそういった意味でね、待ち時間とかもあるかもしれませんけど、ぜひそういうふうなね取り組みも皆さんされたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ組写真として、最後のこの写真なんですが、これはこれでまた銀行のお金をやり取りする窓みたいなのがですね、はいはい、あれが非常に効果的に表現されてますよね。でちょこっと上に白銀灯ですか、こちらがね、あれが有名な、はい、あれがアクセントで入ってますので、これもお上手ですよね。うん、やっぱりこのやっぱ話を聞いたから、その人の話を聞いたから、やっぱりタイトルが思うようにしたんでしょう、うん、いうふうになるんで、だからタイトルもそこで出てくるみたいな、うん、だからすごい良かったんじゃないかなと思います。でこの5つのね、漢字1文字の組写真を表現されていると、思います。ただまあそうですね、どれもが組写真というか、どちらかというと単写真的な考え方かな、全てね、形として組写真という話としては、もうちょっと形だけに絞られた方がいいかもしれない。そう、うん、なんかテーマじゃないですけど、うん、要素がね、少し多めに要素が入ってるんで、どうしてもその組写真としては起承転結とか5枚あるから、5枚で1つの要素を表現をしないと、うん、やっぱりこう組写真としてはちょっと成り立たないかなっていうのもあるのでね、5枚並んでて、あ、なるほどなって言わせないと、見る人と、そう、見る人がやっぱり、あ、さすが5枚あるから、あ、このタイトルすげえなあ、いうふうな感想をもらいたいわけでしょ。まあ、そういった意味では、ちょっと一つずつがすごいいい写真なんで、どちらかというと、ちょっとこう、関連がないかなっていうのは少し感じましたかね。はい。うん。漢字一文字でなんとか関連を、思われたんだと思うんですが、写真からも少し関連が、欲しいなっていうのはありましたかね。うんうんうん、今回一応組写真での、投稿だったんですけれども、この5枚の中から一番いいのを、ね、一番気になったやつをちょっとお話ししたいなと思います、はい、まあ、組写真としての感想は今の感想です、はい、5枚の中で、まあ、じゃあその中で一番どれがいいかなっていうのは、もうどう考えても跳ねるですかね、これですね、うん、この写真が一番目に留まりました、ね、ちょっと不思議な感じですごい目を引くような要素がたっぷり盛り込まれた写真だなと思いましたので、はい、
はい、お疲れ様でした。あの、ありがとうございました。ありがとうございました。では、以上で、今回、ライブ公表に関しまして応募いただいた作品の公表が、ね、終わりと。で、あのいつもでしたらですね、はい、私の作品が最後にちょっとちょこちょこっと撮ったやつを出すパターンなんですが、はい、見られますかね。ぜひ見させて。じゃあちょっと接続、少しお待ちください。では、はいはい、今度はね、あの私の講師作品ですね。講師が撮った作品の、ご案内ですね。はい、まああの。あのまあ、ロケハンで撮ったやつも入ってるんですけどもね、あの、まあ、できるだけあの、ね、皆さんの指導に当たってるんで、まあ、私の場合はまあその実践その現場ではあんまりそんなにたくさんは撮らなかったんですが、まあ、一つ参考になればと思いまして、講師が撮った作品を、毎回出してるんですけどもね、これはあの何か分かります？これは砂の中にフグっぽいのがいるように見えるんですか？そうですね、そうなんですよ。昔、そう、当たりなんですよ。その沖縄のね、方の海なんですけどね、昔、あのなんかあの水中にもミステリーサークルがあるとか、はいはい、すごい有名になったんですよ。あ、そうなんですね。そのミステリーサークルを作った、その作ったやつは誰なんだという、はい、ニュースにもなったんですけど、実はそのフグだったんですよ。あ、フグが作ってるんですか？一匹で。ええ。あ、そうなんですか？で、それの模型なんですよ、これ。あ、そうなんですか？模型があるんですよ、下関に。海峡館の中に。ああ、これ模型。うん、そう。いや、かつても今もやるんですよ。あ、今もやってる。今やってるんですよ。その沖縄の海では、そのフグが、そのね、そういうあの模様を作ると、はい、いうことで、非常に面白い。そういうあの模型がうまいこと作ってるんですよね。はい、カラーで撮ったら偽物のように見えるん で、まあでね、はい、これモノクロにしたんですよ。ね、面白いでしょ。面白いですね。ね、あのモノクロにする形がはっきり分かるようなのとかね、たら、ね、はい、結構モノクロとかね、非常に効果的ですよ。はい、では次、はい、どんどん送ってください。はい、これはね、イベント、はい、はい、水槽に入っているダイバーが、空気を持ってるんですよね。空気がブツブツ出てくるの、はいはい、ホースから、それを持ってたらですね、クエが集まってくるんですよ。まあ、1匹50万ぐらいするんですかね、はいはい、このクエね、高級食材なんですけどもね、それをたくさん口開けて、こう集まってくるんですよね。空気を吸いに集まってくるんですよ。面白いでしょ。そういう習性があるんだとか言ってね、非常にこれインパクトがあったんで、まあそういうふうにね、インパクトがあると頭に覚えるんでね、人間っていうのはね、記憶に残るんで、やっぱり記憶に残る写真をね、皆さんね、作っていただいたらなと思います。オチはそこかいみたいな。オチはそこかみたいな。はい、こんな釣れたら大変な。そう、釣れても大変だしね。こんな3匹もね、口開けてね。そうそうそう、すごいですよ。これありえんですね。これが僕が撮った、あの映り込みの。映り込みの、はい、レストラン。レストランですね。はい、うん、綺麗ですね。青が。なんかこう幻想的な感じですよね。でもね、参加者の方のそのが完璧ですね。完璧です。完璧です。完璧です。僕のやつよりも完璧ですわ。お上手だと思います。まあ、これはこれで、まあ、一つのイメージとして、できたかなと思います。はい。じゃ次に行きます。これもね、参加者のピグさんでしたっけ、はい、あの人の写真の方がお上手ですよね。これはその枠の部分がですね、はい、まあこのね、樽型みたいな感じの役になってるんですけどね、樽型よりやっぱりあちらのピグさんの方が綺麗だなと実感しましたね。はい、
モデルのシルエットは僕の方がうまいかなと、いうのはありますよね。多分そのシルエットになってるかピグさんのがシルエットまでにはなってない、ね、そうですね、なってなかったですね、あんまなかったですね。やっぱり光の関係とかね、いろいろありますよね。多分あの人物の立ち位置、水槽からちょっと離れるとやっぱりシルエットがですよね、そこら辺の違いもよく考えられたらいいと思いますよね。はい、じゃあ次に行きます。ね、憧れですよね、憧れの潜りに行ったはずの。そうですね、あのフィリピンのねモアルボアロというところがあるんですけどね、イワシの大群で有名なんですよ。イワシしかいないんですよ。ああ、A はいないと思う。 A はいない、何もいないです。だから行く気がしないみたいな、何回か行ってますよ、2回か3回行ってもですね、この船に会ったことないです。行ったらですね、ああ橋田さん今日はちょっと船がいないんですよ、ねえここまで来たのにとか言う、イワシは前足の大きさですよね。そう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 、そういうね苦労があるのに、この下関海峡館に行ったらこの簡単にこの鋭意がまで入ってで、またこう待っとったらね、次から次へと来るんですよ。これとかまだね普通です、序の口なんですよ。この次の写真見てください。次行ってみて、ここあれ見てください、これこれいいでしょ、回ってます ねでも人物入れるんですよ、どう考えてもスポットライトみたいに当たってて、そうですね、なんかねやっぱり上のライトがですね多少強いかな、はい、人物が上向いた時にやっぱり光が当たるみたいなのがあって、はい、少しロスターアンダーにするとですね、ただねこの渦がやっぱり動くんでね、はい、渦の中心が動いていくんで、この調子に来たのはほんまもう数秒やっぱり動くどんどん動いていくみたいな。ただこの渦の中心がどんどん動いていくって、もうよくじーっとやっぱり魚を観察しないといけないです、はい、これが取れるのはやはりそれを観察したからこそなんですよ。気に入ったらね何回も行くんですよ、この水族館でもね、で時間ずらして何回も行って、パターンを読んでみたいな、はい、では次に行きます、はい、次も同じですね、はい、人物一人だけに入れたみたいな、一人入れるのと二人入れるのとだいぶ違いますよね、またね、はい、で渦の形も違うでしょ少し、ね、まあ、そこら辺の違いを見ていただいたら分かると思います、渦の通信が激しいのと激しくないのでだいぶまた変わりますよ。奥にこう引き込まれる要素がだいぶ違いますよね、違いますね、そこら辺の違いを感じていただけたらなと思います皆さんね、はい、では次に行きます、はい、これはあれですね、はい、あの塔レトロな、そうだ、ね、レトロな、はい、これは確かロケハンの時だったと思います、はい、はい、うん、まあ、あの参加者の方もあのいいの捉えてましたね、はい、では次に行きまして、はいはい、まあ、これ分かりやすい下関南部町郵便局、ね、郵便局こんなんですよ、現行なんですよ施設ではないんですよね、そうそうそう、なんかのあれかなと思ったんですけど、普通にその下にね郵便ポストがあって、普通になんかあの自動ドアがこうあって、ATM が並んでるんですよ、こんなんなんだみたいな、上を見るとわこれはす、ね、なかなか洒落てるなっていうの、郵便ポストの仕事で郵便ポストの写真この間撮りに行ったんですよ、はい、小豆島へあのオリーブの色の郵便ポストがあるから、はいはい、それ撮ってくださいということでそれ撮りに行ったらですね、まあ、やっぱりあのそれなりのものがあったんですけどね、はいはいはい、まああのやっぱりその土地柄生かしたものをしっかりあのやっぱりPR してるんだなと思いましたね、うん、まあ、この下関南部町郵便局、あの板の板の文字がなかなかこうすごいなんか手作り感満載のなんか普通なんかこんなの撮ったらどうしてもなんかね、うん、ATM とかその自動ドアとかどうしても映り込んじゃうから、ええ、よく見たらってなるんですけど、そうです、一切それないん で、 そうです、ね、最初施設かなと思ったんですけど、そうではないと思います、まあね、カラオトレトロも ね、 ね、
周辺がよくわかりますよ、名前の。うん、では次に行ってみます。同じように、はい、同じように下の山口銀行ですね。これも原稿なんですか？そうそう、あ、いやいや、これは原稿じゃない、さっき先ほどの、はい、先ほどの、あ、涼しいところがあったんかみたいな、はい、金庫見学者、うん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 、だからさ、あの、例えばあの組写真とかいうパターンでしたら、はい、さっき同じようなパターンがありましたね。例えば僕さっきこう郵便局の看板入れて、はい、でなんか上にこんな面白い窓入れて、はい、で今度は同じようなパターンで山口銀行の文字を入れて上にこんなパターン、窓があって、であと違う銀行じゃない、違う建物でまた窓がある。レトロシリーズで、そう、レトロシリーズで5枚いけば5枚組み写真が、はい、とかいうのが成り立つということになりますよね。まあ、あのヒントとしてはそこら辺でしょうかね。だからイメージバラバラにしたらやっぱりちょっとあの写真的にはちょっとまとまりがあまり、うん、訴えるものがバラバラになってしまうんで、ちょっとそこら辺注意されてもいいかもしれませんね。はい、ちょっと例の黄色い光が少し、そう、うん、あれが少しうっすらと、はい、あれそうそう、あれはもうアクセントですね、いいところが気がついまして、ありがとうございます。はい、次が多いです。あ、そうそう、建物はね、はい、これはあの8ミリのね魚眼レンズが、あの今あのほら広角で撮れるじゃないですか、はい、うん、広角モード、魚眼じゃなく、そう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 、補正ですよね、うん、魚眼レンズ補正っていう名前ですよね、ですごい広角で撮るんですよ、はいはい、そうそう、11ミリでしたっけ、一番広い部分がね。ただあのフルサイズ換算で11ミリで撮れるって言ったらなかなかないんですよ、ね、うん、フルサイズで11ミリってあんまり存在しないんで、他の建物とか、まあ普通のフルサイズで撮ってもこのようにはあんまり表現できないですね。ものすごいブワーッとなんかパースが効いたような、あの絵柄が撮れたんで、結構自分としてもびっくりしたんで、これは、うん、これはあのレンズじゃないと撮れないのかなっていうのはありますよね、ただ夜景には注意してくださいよ、ノイズが少し乗るんで、そうそう、あの魚眼レンズ補正結構ノイズがこの間夜景撮ったらノイズが乗ったんで、私も今度ちょっと実験に行ってきます、ね、そうですね、実験に行ってみてください。あれのノイズが案外全然違うんですよ、ノイズの乗りようが。じゃあビフォーアフターで撮ったら分かりやすいかもしれない、ね、そうですね、はい、では次で、そうですね、これもあのタングステンに、あのホワイトバランス、もちろんタングステンのちょっとアンダー気味にした状態ですね。さっきの少しロストオーバー気味にしてます。オーバー気味にして、はい、ちょっと分かりやすいもんね。そうですね、オーバー目とアンダー目にしたらこれだけイメージが変わりますということですね。はい、行き過ぎちゃった、うん、ですね、はい、どっちがお好みですか皆さん、はいそこなんですよ、自分の好みであの表現すればいいんです、はい、表現の仕方自由なんで、はい、ね、皆さん持ってるカメラでもこういろんな機能を使えばいろんな表現ができるんでね、そこら辺を考えて写真撮ってくださいね。もう同じレンズですもんね。そうですね、同じレンズで同じあの、まあ、ちょっと斜めから撮ってるのと 真正面から撮ってるんですね、では次に行きます、はい、どうぞ。その降りるところの、はい、あの階段が螺旋階段になってまして、うん、螺旋階段、ね、自分の靴が映ってますけど私の靴が映ってますけども、これレンズは、これも8ミリですね、魚眼レンズですね、はい、魚眼で撮ったかどうかちょっと覚えてないかな、やっぱり広いからどうしても足とか、そう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 、そうだから撮るときにね、ストラップを首につけてこうやって撮ってますね、あのね、螺旋階段撮るときはね、はい、そしたら絶対足が映るんですよ、ねはい、では次に行きまして、うん、体市場ね、はい、あのまああのね、その田中さん、はいはい、アシスタントの、はい、田中さんはここでご飯食べたって言ってましたけどね、はい、食べたって言ったかな、まあ、あの朝、まあ、僕は朝ご飯ちょっと食べたんで、はい、うん、金戸市場で朝ご飯食べようかなと思ったんですけどね、はい、どうしてもやっぱ朝食べたらダメですね、
食べる気が失せますよね、いくら安くてもね。だから写真撮る気は逆にあったんで、一生懸命写真撮ったんですよね。素晴らしいですね、オリンパスの機械はね。スローシャッターでこれだけ人を流れてて撮れるんですから。何秒ぐらいまで落ちたの？これ何秒かな。これ確か2秒ぐらいやりましたよ。ちょっと待ってくださいね、このプロパティで見るかな。出ました、ちょっと出ました、ちょっと出ました、そこら辺が気になるんですね。録音時間5分の4秒、5分の4秒か。ああ、じゃあ1秒もいってねえか。1秒もいってないですね、すみませんね。はい、いやけどね、まあ、1秒近いですね、言ってみればね、1秒近いですね。はい、まあ、それぐらい全然ブレてないですから、もちろん人物をぶらして、はい、うろ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 しょうろ人物をね、はい、まあ、これができるのがやっぱりね、フルサイズ機だったらもう全体的にブレる可能性が高いです、ね、難しいですね、はい、では次に行きます。上から撮った、はい、物色中、物色中で、これは配膳中ですもんね。そうですね、いや行ってみたいですね。安いですよ。そうなんですか。安いですよ、本当に。いやこのネタの大きさで、この値段なんだとか、あと海鮮丼ぶりが、はい、この普通にこう山盛りの海鮮丼があるんですよ、このいろんなネタが、はい、これネタがね確かすごい安いで100円って書いてあるんですよ、マトウダイとか左上から2番目の、あ、そう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 、マトウダイって書いてるんですよね、はい、あ、その下か、その下がマトウダイかな、でも100円って書いてますよね、はい、100円なんですよ、あのネタが。普通マトウダイが100円じゃ食えんですよね。寿司のでも多分特別なネタで150円とか、もっといくかもしれませんので、まあそういった面でその海鮮丼ぶりが500円なんですよ。それは安いですね、なかなか1000円切るの見たことないんですけど、ね、500円で売ってるんですよ。だから多分ここで安く売ってるからなんだろうなと思いますね。わあ、ちょっと食べたかったなとは思いましたけどね、はい。で月に1回下関で仕事で行ってたんですけど、結局1回も行かれてたんで後悔してますね。いや、まあ、仕事で徹するということもね大事だと思います。はい、じゃあ次行きますか。次で、はい、これよくやってですね、よくやるんですね、ゆかりがあるんです。 あるかもしれません。あるんです、なんかあるみたいですね、はい。まあ空とね、人が入るとね面白くないんで、人の中に、顔の中にね、海とかね、街とかね、入れるの好きなんですよ。ちょっと、海はしっかり入ってますね。そうですね、はい。次に行きまして、はい。あ、これはあれですよね、先ほどの人の方がお上手ですね。はい、右のイルカの部分が、ちょっと多少、中途半端に影が映ってます。はい。次行きまして。はい、これも最初の方の方がいいですね、はい、イルカのボールのところにちょっと外れたような感じでイルカがついてますよね、完璧じゃないですよね、で次にですね、はい、そうですね、極端な表現っていうのはね案外ね、すごいこうインパクトを出す要素でもあるんですね。露出をすごい切り詰めたみたいな感じで、この形だけで何か分かりますよねという感じでね、はい、真っ黒にしたイルカみたいな、光の反射、そうですね、はい、それを表現していますね、次に行きまして、これもそうですね、はい、これはもうペンギンのね飛んでる形みたいなね、それを表現しました。まあ、大体そんな感じですね。はい、はい、まあ参考になっていただけたら幸いだと思います。はい、はい、まあそんな感じです。まあ皆さん本当に暑い中ね、本当ありがとうございましたもんね、よく参加していただきましても、最後の方なんかね、もう動けない、銀行で、はい、銀行でもう根が生えてしまいまして、皆さんね、そう、涼しいから、はい、もうこっから移動するのがもう苦痛だということを言われてましたけども、まあ楽しんでいただけたかどうか分かんないですが、まあね、写真の勉強会ですので、まあ一つのね、講師の写真や、それから、まあ、参加者の人がね、
あの同じタイトルを出して、どういうふうな見方で、作品を作っているのかいうのがね、参考になれば幸いかなと思いますね。で、今後のですね、虫上先生の、講座の予定の、ご案内も合わせさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いしたいなと思います。ね、お会いしたいなと思いますので、ちょっと遠いですけどね、九州とかね、から、今回のやつはね、大阪になってしまうんで、はい、ちょっと遠すぎるかなと思いますが、はい、9月1日、実施予定で、14時から16時で、オリンパスプラザ大阪の、セミナールームで実施されます。スナップの撮り方講座、見せる光と影の世界。邦画表現に挑戦してみようということですね。はい、今絶賛募集中でございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ご参加お待ちしています。それでは、7月21日に、実施されました、今回ですね、海峡館お魚撮影とカラトレトロのスナップ撮影の、高評価ですね、はい。以上となります。はい。はい、どうも。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。